どうもです。ご無沙汰しております。の遊びチャンネルの、フィールドマイスター、コーチです。暑くてね、もうなかなかやっぱりの遊び自体をすることが厳しくなってきて、僕自身はね、もうシーズン、もうオフの状態になってるんですよ。で、まあ、何をしてるかというと、まあ、いろんな、新商品見たりとか、他のね、野遊びの、まあ言うたら釣りであったりとか川遊びであったりとかっていうのをちょっと楽しんでるような状況なんですけども、ちょっとね体調崩してて、なかなか、屋外の方にも行くことがなかなかできなかったりとかね、またこの8月の2日からですか、緊急事態宣言っていうのが大阪の方にもね発令されてしまいまして、またちょっとなかなか外で遊ぶのが厳しくなっている状況のなんですけども、今日はねその中でも幕開けさんの方で、僕がちょっと気になった商品、サポーターとしてね支援させてもらった商品なんですけども、到着したので、開封の方していこうと思います。それがね、今ちょっとまだ袋に入ってる状態なんですけども、こちら、これまたプレートです。これねどういうプレートかと言いますと、純銅製のまあ言うたら焼肉用プレートですよね。でこれまあ純銅っていうことで、普通のね熱伝導率は鉄の4倍、でお肉がねムラなく柔らかく美味しく焼けるっていうのが売りです。で、これ、まず、日本のね、石川の金沢市なんですかね。桂さんですね。桂、希少株式会社さんっていうんですかね。そちらの方が制作されてて、主にまあなんか缶バッジとかそういったのを制作されてるみたいで、それが、その方が、コロナ禍、で、やっぱりね、会社自体がちょっと厳しいんじゃないかっていうことで、こういったキャンプ用品を制作してくれました。でね、その方を支援の方させていただきました。これ幕開けさんですね。そしたらこういったね、お礼状というんですかね。ご支援いただきました皆様へっていう形で、ご挨拶。で、こちらが、これ。説明書ですよね。こういった部分が送られてきてます。で、専用のケースです。こちらにね、桂さんってお名前入ってるんですよね。こういったケースです。で、一番気になるね、プレートの方をちょっと開けていこうと思います。よいしょ。なんか硬いな、これ。ちょっとね、ナイフなり何なりが手元にないんですよ。よいしょ。はい、綺麗ですね。これ色わかりますかね。銅の純銅製です。で、そこそこ重さもあります。こちらをね、また焼きむらし、シーズニングしていこうと思うんですけども、あとね、このように油紙入ってます。で、これね、銅、最初は綺麗ですけども、やっぱり変色してくると思います。酸化するんでね。よいしょ。まずちょっと引いて、よいしょ。こちらにやっときますね。でね、これやっぱ銅製なんで、抗菌作用っていうんですか、そちらも高くて、僕はちょっとね、一回使ってみようかなと思ってます。で、国産なんで、ここにね、マークとかが入ってるんですよね。反対か。こうか。このようにマークが入ってます。でね、日本製で自社工場で、自社工場で職人さんが一つ一つ手作業で仕上げてるみたいです。その辺がね、やっぱりね、心惹かれますよね。で、これね、なんかリフレクターっていうんですか、ここに入れる、ものとかも幕開けさんの方で、販売してました。で、基本的には、大きさ的には3種類あったんかな。
メスティンのサイズと、で、B6 のサイズ、で、B5 のサイズ。僕はこちらの B5、一番大きい方を買わせていただきました。まあ、買わせていただいて、購入させていただきました。B5、この、今、まだ買おうと思ったらちょっとわからないんですけども、僕 10% オフかなんか 20% オフかなんかで買ったと思うんで、20% オフやったかな。そうですね。20% オフで B5 を7040円ぐらいで買ってますね。でね、やっぱりね、これなんで買ったかっていうと、この上に、まあ言うたらチタン製品なりを置いてすれば、熱伝導率が、まあ言うたら、チタンの場合っていうのは熱伝導率があんまり良くないんで、あれなんですけども、銅、これを、この上でやることによって全体的にやっぱり熱が伝わるっていうのがあるかなと思って、ちょっとね、その辺も検証してみたいなと思って購入の方しました。で、今日はね、こちらの開封の動画なんですけども、また、シーズニングの方の動画、また後日、アップの方していこうと思います。ただ、銅製なので、表面はかなり柔らかいです。だから、金属のヘラとか、そういったものはやっぱりなかなか使うには難しいとは思います。傷が入ってしまうんでね。こちらの会社の方でもそれは、あまり、使用しないようにっていうことで、注意書きになってました。で、縁もね、これちょっと上がってるんで、油が溜まるような状態なんですけども、まあその辺もね、まあ僕、他にも、キューテスさんとか、次ね、キューテスさんもまた、新製品が出てるんですよ。それももう予約済みということなんで、それがまあ、次いつになるかわからないんですけども、ご紹介の方していこうと思います。でね、この他にも、MSR さんの、ドラゴンフライの方の点火の動画とか、そういった動画を今後、まあ、この暑い中ね、更新頻度は減るんですけども、チャンネル登録してお待ちください。それではね、今日の動画はこの辺で終わろうと思います。高評価、チャンネル登録の方、またよろしくお願いします。いろいろね、こういったギアなりなんなり、ちょっと変わったものを上げていったり、あとは実践キャンプですね。で、その他、フィールドで遊ぶようなこと、まあ、自転車、釣り、そういった部分も今後上げていこうと思います。ね、サポーターになっていただいて、サポーターというかね、チャンネル登録ですね、していただいたら、僕の活力になりますんで、その辺よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、どうもです。の遊びチャンネルフィールドマイスターのコーチです。今日は僕何度もね、トライしていたものがあるんですけども、そして今回ちょっとね、その抽選の方に、当選しました。それがこちら。皆さんご存知ですよね。これ、南賀さんと、どこやったかな、か何かとコラボしてる、まあ、南賀といえばおなじみのガーシーの、これ、ビッグタイプになります。ビッグガーシーの方が、今回ね、僕これ、多分5、6回で聞かないぐらい、抽選の方応募してたんですけど、初めて当選の方しました。これからね、マイチャンネルの方で、こちらの、マスコット、ガーシーの方を使って、ちょっといろいろね、登場させていこうと思いますんで、この辺のガーシーもお楽しみにお待ちください。